さかなラボ。毎度さかなラボのさかなちゃんです。さいちゃんです。さいちゃん、はい、最近頼んどるね。いや、そんなことないと思いますけど。俺は見てた、はい、自粛期間中、はい、イーグルアイガンガン投げてたね。頑張って練習しますよ。カウントアップガンガン投げてたね、はい、だけれどもだよ、はい、最近外しても危機感がないんじゃないか。危機感がない。ゲームとかやってないから、はい、外しても負けないもんな。だからそんなサイちゃんに危機感を持ってきた。危機感、はい、家で練習するときにこれがあるだけで数十倍のスピードで上手くなる。上手くなるものがもらえる。危機感があってこれだけで上手くなるもの、今から持ってくるからちょっと待っとってね、はい、持ってきました。サイちゃんにはもう見えてるね。はい、んだそれは。はい、これです。ペヤング焼きそば豚油マックス。これを食べるだけでサイちゃんは数十倍のスピードでダーツが上手くなる。で、今から5ゲームカウントアップ投げてもらいます。5ゲーム、はい、1ラウンド3投投げれるね。3投投げます。この3投全部ブルを外したら1個食べてもらう。5ゲーム、うん、40ラウンドありますよ。うん、ということはね、こうなるんだよ。サイちゃんが上手くなるのが先か胃もたれして吐くのが先か。デッドアライ。はい、ということで、はい、この危機感に勝てば上手くなるよ。ということで今からこの豚油マックスカウントアップ、はい、やっていきたいと思います。頑張ります。ゲームオン、はい、それではスタートしましょう。頑張ります。はい、たまにプレッシャーに負けたら、はい、凄まじい量のカロリーを摂取することなんですね。怖え。致死量、致死量。プレッシャーに弱い。頑張るぞ。入れればいいんだろう。どうだ。まだ全然違う。じゃあ、まあ、まずい。つまんねえな。いきなり落としてもいいんだけど。よし。やばい。よし。緊張する。手が震える。食べたくて食べたくて。やばい。このゲーム、ハット取るから全く意味を出さないっていうちょっと穴はあるよね。これハットを取ったら1個なんかないないっすか、そういうの。あーあーいっぱい。よくあるハットトリック後の1本も入らない。まさかのこのタイミングでこれが来てしまった。やばい。このゲーム8ラウンド終わるまでがとても恋しくなる。2回目。やばい、これやばい。たったダーツ1ゲームでこんなにカロリーを取ってもいいものなのか。やばいやばい。うん、どんどん蝕まれていくサイちゃんのメンタル。はい、ここで3つ目がカウントされました。はい、4つ目。マジか。4つでございます。ダメだ、全然ダメだ。うわ、はい、サイちゃん4つ。ここで懺悔してもらおう、はい、だらけ切ってたね。これはやばい。じゃあ食べよっか。
はい、さいちゃん。はい。美味しい油そばができたよ。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、美味しそう。いい油そば。撮影時間がめんどくさいから、とりあえず立ち食いで。はい、いただきます。もう寄って寄って、もう寄っていいよ、もうちょっと寄っていいよ。うん、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 どうさいちゃん。いや、まあマックスっていうだけあって、すごい油ですね。まあでも、味は結構美味しいですよ。あ、ほんと？うん。いや別に1個食う分には全然美味しく食べれると思うんですけど、うん、これ1個ぐらいだったら全然いける感じですか？でも2つ3ついけるんじゃないかな、うん、もう4つ目ってカウント入ってきた。お茶いる？いや、この油にウーロン茶ですね。ナルトが入ってる。デディン、こんな感じ。すごいね、油がベタベタして。はい、一つ目食べ終わりました。うん、結構きつい。いやー、よしよし。当分ペヤングいらない。食べたぞ。四つ食べました。じゃあ次のゲーム行こうか。はい。よし、もう食べるわけにいかない。お、先ほど食べたペヤングがサイちゃんにどんなダメージを与えているのか、精神的に肉体的に追い込まれたサイちゃんはどんなプレイを見せるのか。やばい、もうなんかやばい。あーっとー、もう肉体は死んでいるのか、もう心ももう完全に折れている顔をしている。もう入らない。もう入らないよ。これがダーツの一等の重みなのか。やばい、やばい、もう入れない。追加まさかの2敗も決まってしまった。やばい、もう私が買ってきたペヤングは最後まで残るのだろうか。いや、残る気がしない。やばい、全然ない。おお、よかったね、サイちゃん。一本入った時のブルの感動を思い出したね。思い出すことができたね。できましたよ。全然入るし。落ち着くんだよ、落ち着くんだよ。おい、おー、ここで見せる勝負強さ。これがプロになってから生きてくる。このペヤングを思い出にサイちゃんは成長するかもしれない。全然ありしない、やばい。側は面白い。すでに今ゲーム3枚目のペヤングが決まってしまった。メンタルがメンタルがやばいよ。ここ最近見たこともないような点数を叩き出しています。どうしたら無理に入るか分かんないよ。やべえ、こんな
200点とか。なんかこう始めた頃のレーティング3ぐらいのところ。初心思い出せた。よかったね。なんだこれ。はい、5杯かな、5杯、はい、5杯かな。じゃあ5杯食べる、頑張ります。はい、じゃあ用意しますね。はい、それではさいちゃん、はい、5杯目、はい、楽しんで食べていきましょう。はい、ギブアップ。途中から確かにちょっとかわいそうになってきてはいた。すげえきつかったもん。2杯ぐらいはいけたんですけどね。うん、あ、3杯目からもう結構やばかったんだ。なんかもうお腹いっぱいっていうより油いっぱい。じゃあ一旦戻るか。はい、今回の勝負、はい、豚油マックスの勝ちです。やばいっすよ、うん、でさっきうがいしたんですけど、うん、口からタンみたいなの出ました。やっぱ油なんですけどね。まあ油なんだろうね、はい、やばい。さあ知ってた、このパッケージに胸焼けにご注意くださいって書いてるの。いやもうこれは真似しちゃダメですよ。1個で胸焼けすることが前提だから。かける4だからもうその地で死んでたってことだよね、はい、でもこれで、はい、ダーツの1等の重みを改めて感じたんじゃないですか。はい、ブル入れた時の感動だったりとか、はい、よっしゃっていう感じも、そうですね、思い出したね。思い出しました。はい、ということでお疲れ様。お疲れ様でした。そのさいちゃんにね、さっぱりとうなぎコーラちょっと買ってきたんで、うなぎ最後飲んでもらって終わろうかなと思ってます。炭酸飲みたいよ。いただきます。うわっ。